ようございます。ちょっとね、初めてのアングルなのでうまくいってるかちょっとわかんないんですけど、やっていきたいと思います。イタリアの家ボローニャフォルリーからですね、ホッケンハイムに向かってる最中です。G2R チャレンジの第4戦かなのホッケンハイムが今週末なので今移動しています。実は昨日本当イタリア着いたばっかり で日本から、ドアトゥードアだと大体まあ30時間ぐらいかけて移動してきたんですけど、一晩ねちょっとゆっくり休んで、でもう朝6時ぐらいから実はずっと運転をしているので、もう今日2時間半ぐらい運転している最中なんですけど、フォルリからホッケンハイムね、ちょっと遠すぎるんですけど、大体ね9時間ぐらい運転をするんですけど、まあ、向こうでレンタカー借りるのも高いし、あと今回そのホッケンハイムの後に、そのローマの近くの、バレルンガっていうサーキットでイタリア GT のための、テストをね2日間行うの でそうするとね、ホッケンハイムに飛行機で行って、でレンタカー借りてレンタカー返してまた飛行機乗って、でレンタカー借りて返してまた飛行機でっていうのが、もう時間もお金もねちょっとかかるので、もうここは運転しようということで、まあね、あんまりこう高くついてもしょうがないので、なるべくねこうコストを抑えめに移動するためにちょっと運転をしています。ルートでいうとね2パターンあるんですよ。1つが、フォルリからミラノを経由して、で、スイスかなを通って北にドイツに登っていくプランと、ボローニャの方からこう上に向かってですね、オーストリアを経由して、ドイツに入るパターンと2パターンあって、で僕はオーストリア側を、ね、今通ってます。なのでそのちょうどランボの工場の横あたり、モデナのあたりを通って今北上してる最中です。でこれなんでかっていうと、スイスがね携帯の電波が入んないんですよ。多分ヨーロッパじゃないからなのかな、わかんないですけど、その僕のね携帯が今 TIM っていうイタリアのその携帯の SIM を入れてるんですけど、それだと入んないんですよ電波が。なのでこのオーストリア側を、ね、こう通って、ドイツに入るルートを選びました。まあ、実際朝だとミラノのあたりとかもやっぱり結構渋滞するので、こっち側の方がまあ渋滞もなく行けるかなということでこっちのルートにしました。でここはねまだ通ったことない初めての高速道路なんで、ちょっとね景色が良くてすごい楽しいです。このね見えてないと思うんですけど、左側とか本当綺麗なんですよ。こう岩肌というか崖っていうのかな、本当に綺麗でね、フォルリからホッケンハイムまで距離でいうと大体ね700キロぐらいあるんですよ。はい、なのでまあただね高速道路の制限速度もね速いので、こっちの130キロがほとんどなので、まあ130キロでもうずっと走っていけるのでね、日本で100キロで走っているには体感はちょっと速いんですけど、まあでもどういうことには変わりがないので、まあ、安全運転をしつつオートクルーズも使いながらね行きたいと思います。で車はねいつものミトです。なのでちょっとミトを芝居で700キロ行きたいと思います。頑張ります。はい、今ホテルに着きました。今僕がいるのがですね、シュトゥットガルトっていうのかな、見えるかな、このシュトゥットガルトというところにいます。でさすがにですね、もう長時間フライトと、長時間の運転をねスタートなので、ちょっとねさすがに疲れが出てるので、まあ少し休んでからですね、ここはその街のかなり中心街の方にいるので、で結構レストランとかお店とかもたくさんあるので、まあ、そこら辺をちょっとブラブラしてからですねゆっくり寝たいと思います。でなんでこの街にしたかっていうと、ちょっとね明日、行きたいところが2カ所ありまして、まあ、そこへのアクセスを考えてねここに、泊まってます。で今日が8月の30日の火曜日で、今ですねちょうど5時ですね。
で明日31日水曜日が、夕方にトラックウォークがあるので、まあ、それまでにはサーキットにいたいんですけれども、午前中からまあ夕方ぐらいまではですねちょっと時間があるのでその時に2箇所ちょっと回りたいと思います。多分ね時間足りると思うのでね、ゆっくりしつつまだレース本番モードというよりはちょっとこう観光気分でねリラックスしたいと思います。じゃあちょっと休憩します。はい、中心街の方に来てみました。これがシュトゥットガルト新宮殿っていうなんか有名な宮殿みたいです。でこの街の中心あたりもねぐるーっと芝生があってみんななんか思い思いにエナドリとかあそこ今シャンパン開けてたのかな。であっちに行くと結構こう高級なこうブティックが並んでたりとかあとはユニクロとかもねあの通りにあってあの通りはずっとまっすぐ行くとホテルの方まで戻ってこれるっていう感じになります。ちっちゃい街かなと思ってたんですけど結構しっかりと街って感じですね。であの道路沿いにたくさんあのレストランとかもあって、美味しそうな香りがしてました。なのでまあどこかのレストラン行くかまあでもちょっとねお腹もそんなにまだ空いてないのでまあちょっと一旦ホテル帰ってから考えるかもしれません。であっち行くとね駅があるみたいなんでまあちょっと今行くか分かんないけどあそこからこうずっとホテルの方までも、ね、一応歩いても行けるみたいですね。なんかこれの裏側にさらに古い建物があってあその昔の宮殿があってでそっちの方は結構なんか観光じゃないけどすごく大事な国にとっても大事な建物みたいです。ただ中は見れないみたいなので、まあ、それはちょっとしょうがないですね。で結構皆さんこう思い思いに自分たちの時間を過ごしてる感じがしてとてもなんか心地いいですね。今ランニングしてる人がこっち通りますけどこんな感じで本当みんな自由に生きてる感じがとても心地がいいです。すごい人みんなもう今ねまだ何時だ7時ぐらいだと思うんですけどまあでも7時だからかな すごい人マジでやばいな。みんなもう夜ご飯も食べてる。あでもお酒だけ飲んでる人がまだまだ多いですね。本当そうこのねシュトゥットガルトでしたっけはなんかブドウワインが有名らしくてだからみんな白ワインばっか飲んでますね。それはちょっと飲んでみようかな。僕も足元もねこういうなんていうの石畳だからちょっと歩きにくいけどなんか古い感じがしていいですね。であそこに時計台がありますね。で結構この通りはなんか冬になるとクリスマスマーケットみたいな感じにもなるみたい で結構こういう小さなお店とかもたくさんあって可愛い感じになってます。いいね。なんかやっぱり建物がかっこいいね。はい、ということで泊まってるホテルのね、本当すぐもう歩いて30秒ぐらいのところにあるレストランにちょっと来てみました。ただね、こういう風にシュニッツェルかなドイツのソーセージとこういう、なんかね、おすすめ何って聞いたらこれが出てきたので僕もあんまりまだ食べてないんで何だか分かってないんですけどこういうものが出てきました。こっちはなんかパスタみたいな感じもするけどね。こっちもグリーンピースとかいろいろ入ってて美味しそうです。で、この本当もう街のど真ん中にあるレストランなんですけどここはね、この見えるかなソフィーズブルワリーっていうこのソフィーっていう人の醸造所かなビールを作ってるところっていうようなレストランの名前だったので本当にここでビール作ってるのか、まあ、そういう名前だけなのかはちょっとさておきこのビールとねドイツビールと、ソーセージをいただきながらね今日はちょっと終わりにしたいと思います。美味しそうですよね。ではいただきます。